大場奈子は、日本の社会起業家。本名は、大子由美。公益社団法人誕生学協会代表理事。株式会社バースセンス研究所代表取締役。一般財団法人ベビーバースフレンドリー財団代表理事。第27.28期東京都青少年。問題協議会委員。中学から高校、短大までの8年間を美術教育課程を進み。 高校生の頃にモデルとして活動。女子美術大学短期大学部生活デザイン科を1985年に卒業。その後はテレビ番組制作や出版関係の仕事に従事。1987年の第一子出産、育児経験を契機として妊娠、出産の教育をする職業としてのバースコーディネーターを始める。 大学の通信教育課程で心理学、社会学、教育学の単位を取得する。1997年から、オービリン大学オープンカレッジ、毎日新聞カルチャー式等で助産師と共に講座を開く。2003年に、幸せなお産を増やすための人材育成プログラム、教材の開発を行うバースセンス研究所を設立。 2005年日本誕生学協会を設立し、未就学児、小学生、中学生、高校生、大学生及び成人のそれぞれの年齢を対象に、妊娠出産の仕組みと命の大切さに関する知識の教育を行う誕生学を生み出し、小、中、高校での出張授業を行う。2006年、第27.28期、東京都青少年問題協議会委員。 2008年に本初、行政の週末良心学級の開発と講師派遣を外部委託先として受託する。2011年内閣府より公益社団法人誕生学協会として公益認定される。2013年環境省グッドライフアワード実行委員就任。少子化対策と女性の活躍推進の両立支援を行うベビーバースフレンドリー財団を設立。 2014年より、筑波大学大学院人間総合科学、研究科スポーツ健康システムマネジメント専攻修士、家庭にて、幸せホルモン、愛情ホルモンと呼ばれ、ストレスを緩和し幸せな気分をもたらすペプチドホルモン、オキシトシンについて研究中。2015年グーグルウーマンウィル、ハッピー、バックツーワークサポーター就任。二男三女の母でもある。 ありがとうございます。